今回は源智子のその後について解説していくぞ。よろしくね。それでは早速解説を始めていくが、このチャンネルではどこよりも早く光る君へに関する内容を解説していくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは智子の生涯から解説していこう。智子は応和4年に左大臣であった源政信と藤原の牧師の間に誕生した。天皇の血筋であったため、政信は智子を16歳年下の一条天皇の妃にしたかったと言われている。しかし母である牧師の助言があり、藤原の道長の妻となったのである。結婚後の智子は二男四女に恵まれ、長女である藤原の彰子が長保二年に一条天皇の中宮となっているぞ。なるほどね。それで智子の他の子供にはどんな人がいるの？それに関しては後ほど解説するが、智子が授かった4人の女子は天皇に嫁ぎ、2人の男子はいずれも摂政関白に任ぜられるなど、藤原氏は栄華を極めることになるぞ。智子の子供はみんな出世しているんだね。また長保2年、智子自身が従二位の位が与えられたのを皮切りに、寛弘5年には夫の道長より上の11位へと叙せられ、さらに長和5年に夫と共に三公に準じた権力を持つことになった。その後智子は長命で娘3人に先立たれた後、長略3年に出家し、永正8年に亡くなってるぞ。智子は何歳で亡くなったの？智子は当時では大変珍しく90歳の時にこの世を去ってるぞ。90歳。智子はかなり長命だったんだね。ではここで智子の夫である道長に関して簡単に解説しておこう。道長は藤原氏北家で摂政関白を務めた藤原の兼家の五男として生まれた。道長は幼い頃から豪胆な性格で、二人の兄である藤原の道隆、藤原の道兼に肝試しで勝ったという逸話が残っている。そんな道長は摂関家の男子として順調な道を歩んでいたが、兄がいたため道長の出世は限界を迎えることになる。しかし藤原家内部における権力闘争によって道長の人生は大きく変わることになった。具体的に言うと、父親である兼家は兄の藤原の兼光ととても仲が悪かった。その結果兼光は死ぬ直前に兼家を降格させる命令を出したほどである。やがて寛和2年、父親である兼家と兄の道兼は火山天皇を出家退位させてしまう。その後すぐに一条天皇が立てられ、兼家は摂政に任じられるのであった。摂政に任じていた兼家だったが、省略元年になると病によってこの世を去った。兼家の後継者は長兄の道隆が後を継ぎ、関白摂政に就任することになった。そしてその直後、道隆の娘である藤原の定子が一条天皇の皇后に入内することになる。この入内に関しては藤原家が行った策略であり、当時の藤原家の狙いは自身の娘を入内させ、後に天皇の子として誕生した子供を天皇にすることで着実に権力を持とうと画策していたのである。しかし父
の墓中に自らの娘を天皇に嫁がせる道隆の行為に道長は憤慨したとされる。一方、道隆の嫡男である藤原の惟幾は父に導かれて急速に出世を果たす。その結果、省略5年には道長をしのぐ立場になった。ところが長徳元年になると関白である道隆と道兼が相次いで他界するのだった。その結果、摂関家当主の座をめぐり道長と甥の惟幾は激しい権力争いを繰り広げることになる。藤原家内で権力闘争が行われていたが、当時の一条天皇は惟幾に政治を任せようと考えていたと言われている。しかし一条天皇の母である藤原の戦士が道長に政治を任せることが天皇家のためと懇願したため、道長は摂政関白に準ずる内乱へ就任することになった。ただ翌年の長徳2年になると、惟幾が火山法王に矢を射かけるという事件を起こして左遷されることになった。こうして道長は30歳にして名実ともに朝廷における最高権力者となったのである。話を戻すが、ここからは彼女の逸話などについて話をしていこう。まず道長の残した日記に御堂関白記というものがある。この日記を解読すると、智子が道長とよく一緒に行動していた様子がうかがえるのだ。じゃあ道長と智子の夫婦仲は良かったんだね。そうだな、その可能性は高いだろうな。私が思うに道長と智子は夫婦関係が良いだけではなく、仕事や政治の良きパートナーでもあったと思うな。とても素敵な関係性だね。その他の逸話として、智子は道長の権勢を固めることに尽力した人物であった。具体的に言うと、藤原の道隆と藤原の道兼が相次いで死去した際、最終的に道長が関白の座につけたのは戦士と智子の深いつながりがあったことが大きな要因である。言い方を変えると、智子がいたから道長は権勢を固めることができたんだね。まさにその通りだ。また智子にはお茶目な一面もあったと言われてるぞ。そうなの。ここまでの智子の話を聞いていると、ものすごく真面目な女性だと思っていたけどね。そうだな。具体的に言うと、智子は自身の長女に仕えている紫式部に対して霧の露で作られた化粧水を送っているんだ。化粧水を送るのは別にお茶目ではないと思うけどね。いや、智子は紫式部に対して先ほどの化粧水と一緒に肌の衰えをからかう文章を送っているんだ。え？なんだかそれってお茶目というより、智子が紫式部に対して行った意地悪だと思うけどね。てやてや。この逸話に関しては様々な考え方がある。一説によると、智子が紫式部に対して送った内容には、この面で顔を拭いてすっきりと廊下を拭き取りなさいと書かれていたと言われている。つまり分かりやすく言うと、智子は紫式部に対してこの化粧水を使ってエイジングケアをしなさいということになる。当時の手紙を現代語訳してみると、智子がどんな気持ちで紫式部に化粧水を送ったのかが気になるね。そうだな。
それで紫式部は智子に対して、この菊の露はお返しします。智子様こそ千年も若返ってくださいませと返信しようとしたが、智子の使者が帰ってしまい、結局は返信できなかったと言われてるな。なんだか紫式部も智子を煽ってるような気がするよ。結局この話はここで終わってしまう。そのため智子が紫式部に対してどのような感情で化粧水を送ったのかは定かではない。ただし紫式部は道長の愛人だったと考えられることがある。つまり智子が紫式部に対して嫉妬をした結果、意地悪な手紙を出した可能性は否定できないのだ。なるほどね。もし紫式部が道長の愛人だったら、智子が嫉妬していた可能性は高いだろうね。そうだな。ただ紫式部が道長の愛人だったことを裏付ける資料は残されていないから、何とも言えないところだな。次に智子の容姿について話をしていこう。智子は肖像画などが残っていないので、どんな見た目をしていたのかはわからない。ただ栄華物語という作品の中で智子の容姿や雰囲気について触れている箇所がある。具体的に言うと、栄華物語によると智子は小柄でふっくらした美しい女性だったと記されている。また髪の毛がとても長く美しかったとも記されている。確か平安時代の女性は髪が長い方が美人だったと考えられていたんでしょ。そうだな。当時の貴族は女性の髪の毛の長さを美人として判断する材料にしていたと言われているからな。また平安時代ではふっくらとした丸顔が美人として考えられていたと言われているので、智子は整った容姿をしていた可能性が高いと思うぞ。ただし先ほどの栄華物語には45歳の時の智子が20歳前後の見た目をしていたと記されている。現在でも美魔女という言葉があるように、年齢を感じさせない美人は存在しているが、さすがに45歳が20歳の見た目をしているのは無理があるだろう。次に智子と道長の馴れ初めについて解説していこう。道長というと摂関政治を行った権力者というイメージが先行しがちだが、そんな道長から見ても智子は高根の花だった。具体的に言うと、智子は第59代宇田天皇のひ孫にあたるため、元から藤原氏より身分が高かった上に、智子は正信の長女だったのに対し、道長は父親である兼家の五男だった。つまり家柄を考えると、明らかに道長が智子より劣っていたのである。さらに結婚当時の年齢は智子が24歳で道長が22歳であり、智子が2つ年上だったと考えられている。先ほどの内容から智子の父親である正信は道長との結婚に乗り気ではなかったと言われているが、母親の牧師が道長を気に入っており、その後押しを得て無事に結婚に至ったと言われているな。道長はお母さんに気に入られてよかったね。確かにそうだな。また栄華物語によると、道長の父親である兼家はこの結婚に大層恐縮していたと言われているぞ。じゃあ智子と道長の結婚は現在で例えると逆玉の腰ということになるんだね。次に智子の子供を紹介していこう。前述の通り、智子の子供は2男4女である。男子は藤原の頼通と藤原の範通、女子は
彰子、藤原の剣士、藤原の医師、藤原の騎士の計6人となる。ではそんな子供たちと智子のエピソードをいくつか紹介していくぞ。まず長男の頼通が24歳の時に小さな子供を抱くように看病したと言われているな。智子は頼通のことを大切に思っていたんだね。そうだな。他は四女の騎士に先立たれてしまった際には悲しみのあまり取り乱し遺体を抱きしめて悲しんだと言われているな。余談だが、智子が90歳という長寿だったことはすでに解説したが、智子は存命中に彰子を除く3名の娘に先立たれており、3名とも智子の邸宅で亡くなっている。これは智子自身が懸命な看病に当たっていたからではないかと考えても良いのではないだろうか。つまりここまでのエピソードから、智子は我が子に深い愛情を持ってた優しい母親だった可能性が非常に高いのである。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。